この時間はクロアチア対スイス、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタッド・ド・サジテールで行われます。スイス国歌お聴きいただきます。続いてクロアチア国歌です。さあ、北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？ラクティッチですね。正確なパスやコースを狙ったシュートもうまくて、技術が非常に高いですよね。ディフェンス面ではピンチのシーンで顔を出せる走力もありますし、彼のテクニックとハードワークというのは、スルガンでは効いてきますよね。はい、さあ、どんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。クロアチアのキックオフでスタート。クロアチア対スイス。サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのがクロアチア。画面右側がスイスとなります。裏へ届くか。ああ、いい展開ですね。ここで前を向けるか。どうする。シャキリ。デニス。また中央へ、デニス。ちょっとボールを持ちすぎな場面もありますよね。ラキティッチ、大きく縦へ。シャキリ、モドリッチ、ここは奪います。ラキティッチ、素早いパスで攻め上がっていきます。デニス、ジャカ、シャキリ、シェア、シャキリ、ジャカ、デニス、サイドを変えます。ペトコビッチ、ボールを下げてリズムを作るか。モドリッチ、ロブレンからこのフィードパス。シャキリ、リカルド・ロドリゲス、チェックを受けますが動じません。ビダ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあどうする。シャキ、シュート。いやー、このシュートは外れました。いやー、この積極性は大事ですよね。
ゆるく狙ったボール、チャレンジはしません、後ろに流す、ラキティッチ。今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。コバチッチ、前半13分というところ、シュート、もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。レビッチが体勢を崩してのシュートでした。シェア、スイスは先ほどから見ていて北澤さん、サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、こう中に動くことによって味方選手のパスコースを増やせますからね、うん、また前線の選手が奪われた時もすぐ後ろにサイドバックのフォローがいるので、はい、カウンターを受けにくいという利点もありますよね。そうですね、ショートコーナー、ラキティッチ、コバチッチ。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ブルサリコ、ペトコビッチ、ラキティッチ、ペトコビッチ、サイドを使います。さあペリシッチ、チャンスを演出できるか。ブレール、エンボロ、デニス、リカルド、ロドリゲス、撫でるようなボールタッチ、ペトコビッチ。クロアチアが最終ラインまでボールを下げる。ブルサリコ、ロブレン、ブルサリコ、コバチッチ、ラキティッチ、広くピッチを使えてますよね。ボールの奪い合い激しいものがあります。リカルド・ロドリゲス、ここでファールがありました。クリア、このピンチをなんとか出します。仕掛けるか、ボールが迫る、シュート、ラキティッチ、左サイドのドリブル、ペリシッチ、プレスからボールがこぼれる、これもファールですもんね。周囲に終わりました。ラキティッチ、サイドへ、柔らかいボール、これを拾いたいスイス。スイス奪い返します。緩いボール、ビダ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ふわっとしたボール、おお、これいいですよ。中人数揃っている、シュート、決まった、先制、スイス、クロアチア相手に先制、
まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。さあスイス先制1対0です。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。レビッチ上がる、これはちょっとコントロールできませんでした。縦へのボール、ジャカ、バルガース、抜ければチャンス、サイドを使います。ここで丁寧にコントロール、ミドル、いやファインセーブです。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。スイスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。グルサリコ、ペリシッチ、モドリッチ、上げる、クリア、このピンチをなんとか出します。これ仕掛けるか、さあどこに出してくる、ここでファウルがありました。スルーパスを狙う、クロアチアはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ペトコビッチ、さあボールはペリシッチへ、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。モドリッチからグルサリコ、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。中央、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ジャカ、クロアチアとしては現在 0-1 でビハインドなのでこの前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあ、それによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。組み立てながら攻め上がっていく、ボールが上がる、クリアです。上がっていく右サイド、このボールはカットされます。ブルサリコ、モドリッチ、ブルサリコ、パスでつないで攻め込んでいきます。クロアチア足元大事にいきます。コバチッチからレビッチ、ここは間合いを取る、危ない、ボールをクリア、グルサリコ、グルサリコからペリシッチ、コバチッチ、どうする、レビッチ体を張ります。これはチャンスだ、緩く狙ったボール、シュートと、非常に惜しいシュートでしたがここで前半終了の笛です。同点弾炸裂かというシーンでした。クロアチア前半に先制されハーフタイムを迎えています。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。
後半はわずかなスペースを見逃さないようにしてそこを狙っていくような形になると思いますね。クロアチア対スイス、ではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半キックオフ、クロアチアとしては早めにペースを掴んでいくためにもこの立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。モドリッチ、コバチッチ、レビッチ、寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。ペリシッチから中、クリアです。クロアチア、これは奪い返します。レビッチ、モドリッチ、ペトコビッチ、グルサリコ、モドリッチ、いやー強い、もう一つ前に行きたい、モドリッチ、グルサリコからのクロスボール、これを拾いたいスイス、クロアチアボールです。このクリアボール拾いたい、どうだ、わずかに合いません。グルサリコ右サイド上がる、届きましたよ、さあ中央へ、ジャカ、長いボールを送ります。ボールを下げてリズムを作るか、バルガース、ジャカ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。デニス、バルガース、チャンスを演出できるか、ここで丁寧にボールを扱う、ジャカ、クロアチアはこのセカンドハーフの立ち上がりに1点差で追いかける展開となっています。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね、失点に気をつけながら早い段階で追いつきたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。ラキティッチ、スイスとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうですね、確かにそんな気はしていたんですけれども、普通はどんどん寄せていきますよね。ですので今一つその意図が把握しきれずちょっと疑問に思っていたんです。こういった距離を空けることで、はい、自分の背後のスペースに出されないようにケアしてるんですよね。特にフライスルーパス対策などで非常に有効的な守り方ですよね、はい、なるほど、相手に回り込ませないための感覚だったんですね。そうですね、足が遅いディフェンダーなんかはこういった守り方を好んでやってますよね、はい、まあ、自分の短所をカバーする守り方というところでもあるんでしょうか。そうですね、自分で行く、さあどうする、シュート、止めた、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。さあボールはペリシッチへ、ルーズになる、ブルサリコからモドリッチ、仕掛けるタイミングを図る、中は枚数います、ブルサリコから中へ、どこか合わせたかったですよね。スイスはここクリアで難を逃れます。
モドリッチ、コバチッチ、シュートレンジです。細かいパス回し、打った、ミドル、これはよく止めました。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。クロアチア決定的なチャンスを収めることができませんでした。激しいボールの奪い合いです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。クロアチアとしては負けていますけども、攻撃が形になってるんですよね。これは早めに1点決めていかないともったいないですよね。ジャカチャレンジはしません、後ろに流す、長いボール縦へ、ルーズボール、シャキリから左サイド、ボールはクリア、ジャカパスでつないで攻め込んでいきます。スイス、レビッチ、ペトコビッチ、縦へのボール、リカルド・ロドリゲス、裏を狙う、このパスが抜ける、どうする、来た、シュート、リバコビッチ、中で味方の選手が待っている、ラキティッチ、ビダ、長いボールを送ります、モドリッチ、モドリッチから大きく縦、クロアチアとしては先ほどからなかなかシュートまでいけてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。スルーパスを出す、右サイドへ振って一旦前を取る、チャンスを演出できるか、一旦下がります、ペトコビッチ、ラキティッチ、モドリッチ、コバチッチ、後半ももう3分の2が経過しています。素早いパスで攻め上がっていきます。これはどうだ、ここ拾って次につなげたい、スイス、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。さあ右へ預けて、いけるか、クロス合わせてくるか、どうする、追加点、スイス、ダメ押しゴールとなるのか、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね、おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。クロアチアは選手交代のようです。さあクロアチア2人の選手を入れ替えます。さあスイス得点を重ね2対0という展開、スイスとしては非常に楽になりましたね、はい、精神的なゆとりが出てくると、おのずと視野が広がっていくので、ボールが運びやすくなると思いますね。ラキティッチ、組み立てながら攻め上がっていく、
クロアチアとしては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。シャキリ、大きく縦へ、シャキリ、シャキリからのパス、丁寧に足元を使う、クロス、シャキリ、シュート、やっぱり一瞬開けば打ってきますよね、まあ、ミドル得意ですからね。ミドルシュートに行きました、シャキリ、コバチッチ、大きくサイドチェンジです。このパスを受けてスルーパス、もういいですね、中央へ飛び込んだ、決めた、クロアチア後半終了の直前、冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。ここだと思って突っ込んできましたよね。いい飛び込み見せてくれましたね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。スイスは選手を変えるようです。さあクロアチア、もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないですよね。そうですね。ジャカから大きく縦、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ふわっと裏を狙う、ラキティッチ、最後のチャンスになるか。モドリッチ、ラキティッチ、パスでつないで攻め込んでいきます。シュート、そしてここで最後の笛、2対1、クロアチア勝ち点をものにできません。敗れました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。クロアチアとしてはホーム戦ということで、ぜひ勝ってサポーターの応援に応えたかったんでしょうけども、その気持ちが空回りした結果となってしまいましたよね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。クロアチアが巻き返しを図りましたが、結局2対1で試合を落としています。